1分勝負ステップアップドリル。ドライバーの方向性を安定させるドリルです。フェース面と右手の手のひらを平行にあてがって握ってもらいます。これで右手の手のひらの面とそのフェース面がまあ一致してますね。でそこからですねオープンスタンスで構えてもらいます。で手を右手を右腰のあたりまで上げてもらって、このままテニスのような感じで、目標方向にこうやって振っていく。こうボールをずっと見すぎない、こう見すぎるとここで手が返ってしまいやすいですから、体も起き上がっていいですから、ターゲットに対してこのようにテニスのような感じで打つことでハンドファーストで当たりますし、綺麗なスムーズなドライバーの、まあ、形ですね、それが出来上がります。